いらっしゃいませ、カフェアンナです。いらっしゃいませ。はい、いつもアンナママの独り言を聞いてくださってありがとうございます。例によって今日もママの独り言ですが、今日はお客さんとね、お話をしているという体で、こちらの方にママも座らせていただこうと思います。はい、お客さんはね、この間と同じお客さんなんですけども、常連さんということでね、よろしくお願いします。はい、それではですね、今日のお話は病気のお話です。私は乳がん、だったんですね。で、先月の末に検診で病院に行ってきました。で、手術をしてから5年経ちましたっていうことで、先生がね、まあ、5年が一山というか、5年を超えればまあまあみたいなところで、よかったですっていうふうにおっしゃってくださったんですよね。で、このがんが見つかった時も、もうありえないような話があったりとか、いろいろあったんですけど、あんまり思い出したくないというか、考えたくないというか、あんまり記録も残してこなかったんですよね、実は。がんの時のことはなんですけど、ちょっとだけブログに書いてたことがあったので、それをね、ちょっと読んでいこうかなって。今月はね、乳がんの時のブログを読んでいこうかなと思います。ちょっとね、テーマはね、あまり明るい話題ではないですけども、まあ私のことなので大体明るい方向に行ってますので 癌に限らずね、私たちのような年代になりますと、いろんな病気をね、それぞれ皆さん抱えてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。皆さんそれぞれね、大変な思いをしたりとか、ね、不安な思いをしたりとか、超えていらっしゃってると思いますけども、ね、私もなんかこんな風に超えてきたんですよみたいなね、お話をね、ちょっとさせていただこうかなと思いました。はい。で、一番最初にね、ブログにね、そのね、がんの話が登場したのがね、2018年9月16日ですね。ちょっとね、読んでみたいと思います。タイトルは、まるこちゃんとキリンさんと。窓の外、暮れゆく日曜日の空に、時計を見ようとスマホを手にした。そろそろちびまるこちゃんの始まる時間。乳がんだったという作者がお亡くなりになってから何回目の放送だろうと思いながら、なのに目に飛び込んできたのは時間ではなく速報のニュース画面、女優キキリンさん死去と。数年前、全身がんですと言ってらしたが、最初のがんは2004年に見つかった乳がんだったそうだ。昨年5月、胸にあったしこりが
いよいよ気になり病院に行ったらがんだった。それから乳がんという文字に敏感になった。手術、抗がん剤、ホルモン治療は5年以上続く。命はいつまで続くのか。キリンさんといえばドラマ寺内貫太郎一家のおばあさん役、おっきなポスターの前でジュリーと叫ぶあのシーンを思い出す。ドラマの作者向田邦子さんも乳がんだった。人知れず眠りの中まで怯えた夜や、眩しすぎるお日様に背を向けたくなった日々、辛い治療に耐えた涙もあったのだとか。みんな胸に抱えたがんと向き合いながら素敵に生き抜いた女性ばかり。そんな一人に私もなりたい。というわけでございます。このねブログを書いたのはね、抗がん剤で、私の場合は点滴だったんですけど、それが、何回かあったんですよね。それが終わって、ホルモン治療っていうね、毎日薬をちっちゃい薬一粒飲むだけなんですけど、それになったばっかりの頃にこのブログを書いてました、でちょっとね抗がん剤でね思い出したことがあるんですけども、抗がん剤ってねすごいなんか怖いじゃないですか。で最初ねなんかね1日だけね入院してやったんですよね。でその人によってはね症状がいろいろ出る場合があるっていうことでね、で私もなんかねちょっと不安な、気持ちで行ったんですよね。一番最初の抗がん剤ね受けるときね。で病室に行ったら同じような病気の方が何人かねいらっしゃって、で一番最初にお部屋に入った時にこうご挨拶をした方がその日退院される、次の日だかその日だかに退院される方だったんですよね。その抗がん剤終わって、でその方にねどうでしたかってちょっと聞いてみたんですよね。そしたらねその方がね、いや私全く何でもなかったんですっておっしゃったんですよね。その抗がん剤をやってもね、いろいろな症状が出て苦しむ方も多いって聞きますけども、その方はね全く大丈夫だったっておっしゃったんですよ。でそれをね聞いた私はね、私も大丈夫なんだって思っちゃったの。そこで私も大丈夫だから、病室に入ってね一番最初に話をした人にそういうねことをね教えてもらえたんだなってね、もうバンってインプットされちゃったんですよね。そしたらね本当に大丈夫だったの。ほぼ大丈夫だったその時はね。後からちょっとねした症状はやっぱりさすがにありましたけど、でも全然そんな苦しくてみたいな、のはなかったんですよね。で後からねなんか薬が別の薬に変わった時も1回入院するんですよ、抗がん剤のね治療の前に。でその時もねその時はね同じお部屋になったね私よりもねお姉様の方が、女性の方ですよ、お姉様のね方がいやすんごい大変だからっ
ておっしゃったんです。もうね、もう頭は痛いしね、あれこうですっごいも大変だよって教えてくれるんですよね、一生懸命どれほど大変かっていうのを。だけど私は、いや私は大丈夫なのでって思ってたんですよね。なんていうのかな、不思議というか変というか、自分で結果を決める。そしたら自分の体のなんか細胞が、あそうか、私は抗がん剤に治療しても何でもないんだっていうふうにね、なんか細胞がみんなそういうふうに動き出すっていうか、だから大変だって、大変だ大変だってね、なんか思っちゃうと、細胞も、あ抗がん剤が入ってきたらこういうふうに大変なふうにならなきゃいけないんだって、なんか細胞がそういうふうに思うっていうかな、っていうの変だけど、なんていうのかな、気のせい、病は気からっていうじゃないですか。なんて言ったらいいんだろう、気の持ちようでね、結果が変わるっていうか、なんかね、そんなことをね体験しましたね、あの時はね、もう思い込んだよね、私は絶対大丈夫って、もう決めたもん、絶対大丈夫って、抗がん剤には負けないって。そしたら本当その通りになりました。ね。これが妖怪とよく言われたゆえんでもあるのかもしれませんけども、はい、そんなわけでですね、素敵にね来た女性ねたちのように、私もね、病気を抱えながらですけど、楽しく素敵に生きていきたいなと、ちょっとこれなんか変なの出てるけど思いました。これね、またねお客さんをね作ってるんですけど、なんとなんとね、間違えましたね、これね縫い付けなきゃいけないよね、入れないで縫っちゃいましたって感じでね、もうどうしましょう。これねで作ってます。またね、お客さんね、違うお客さんにも来ていただかないとねいけないので、はい。はい、そんなわけで今日もお話を聞いてくださいましてありがとうございました。またね遊びに来てくださいね。はい、それではちょっとね今月はね、乳がんからね5年経ったっていうことで、ちょっと乳がんのね時のブログの、あんまりいっぱいじゃないけど、それでもちょっとあるので、それをね読ませていただこうかなと思ってます。そのね乳がんだっていうのが分かった時もね、もうねもうありえないねすごいことがあったんですよ、ちょっとねびっくり仰天な話なので、楽しみにしてって言ったら変だけど、お話ししていきますのでね、よかったらねまた聞いてください。はい、それではねどうもありがとうございました。バイバイ、またね。